おはようございます。サムライピンク TV です。やかましい間違いないというわけで、大阪光のルネサンスに、今日は初日ということで、はい、今日初日なの？そうよ、今日始まったばっかりだからこんなにすごい人がということで、今日はたくまさんと、イルミネーションデートをしたいなと思いまして、おえみですここだけじゃなくてね、他にもいろんなイルミネーションがあったりとか、クリスマスツリーがあったりとか、うん、いろんなオブジェがあったりとかするわけ、うん、でなんか大きいサンタクロースのなんかオブジェとかもあったような気がします。すごい詳しい。そうなんです。はい、というわけでレッツイルミネーション。サムライピンク TV。 なんかサムライピンクで初めてなんかこんな縁日みたいな、確かに確かに。店が発見で、ちょっとなんか肉棒29センチで売ってたからちょっと買ってきますね。行ってきて。ちょっと気になって食べて。あのね、あのなね、すぐねそういう言葉に釣られてね、肉棒とか肉汁とか目がないわね。肉棒を買ってるたくまさん、多分ね結構まあまあええ値段するわよ。多分29センチってなかなかよ。映えてる？あの人まぬけね、なんかね、ほら結構みんなあの肉棒を求めてお店に吸い込まれていってます。肉棒29センチです。ぜひぜひあの試食していただいて。これ超高かった。僕さ1600円。高っ。これつくね？なんか見た目さ、なんかつくねっぽい。豚と鶏が入ってる。もっとね。あのハンバーグみたいなこと、そういうことや。お味は？おいしい。下手くそ。こんなでかいの無理じゃない？無理じゃないけど、どういうこと？肉棒が。好きや、肉棒好きやけど、ね、でかすぎん。入らんわね。入るわけないよ、しょ破れるわ。何の話？ちょっとツリーの前で写真撮ろう、たくまさん。あの撮ってあげるわ。じゃいいわよ。なんでよ。ここでいいやどうもなんかね、たくまさんが私を撮るのが嫌みたいな。別に嫌とかじゃないのよ。何よ、チチかきながらあんた。並ぶしか逆にじゃない。あっちはクソ並んでるわね。うん、いい加減にしてちょうだい。カメラマンのため撮ってあげるわ。これで最後飲んだら。はい、イエーイ、乾杯。おいしくにじゃない。ここで何が売ってるかとか分かる？分かる系。光のマルシェチケット2枚つづりで1000円。唐揚げ2つ買うと終わりよ。それはそう。もうちょっとなんかうまいことしたらいいのに。でもなんかな、私思うねんけどさ、これさ、光のさ、ルネサンスのためだけにさ、ここ車通んのにさ、通行止めにさ、アスファルト引いてんの。これ今度どうすんの？え、ここじゃあもう一切車入らへんようにするってことなんかな、今後。え、じゃあもう一切車入られへんってこと？じゃあ、あの人すごいこれ、コーン食べられへん。飲み込んでる。文句ばっかり。みんなね、今日からって知らんのよ。で、ここで、ちゃここから、その、インスタとか、ツイッターでみんながこう、つぶやいて、口コミで広がって、あ、行きましょう、行きましょうってなるのよ。だいたいみんなさ、でもさ、カップルで、うちらの知り合いにカップルになってる。
まあまあ、イカズゴケよ。どういうこと、どういうこと。イカズゴケ。イカズゴケって何。イカズゴケって言うやんね。知らん。知らん。え、もう嫁に行かれへんってことや。ここずっとずっと、あの、嫁に行かれへんことをイカズゴケって言う。コケ生えてるってこと。違う違う、イカズゴケ。ゴケって、後の家って書くんだけど、イカズゴケ。言うやん。すごい、光のトンネルよ、たくまさん。一緒に撮りましょう。もっと割れてんのよ。ぜひ、25までやってるからね。ああ、そう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 。これいつ上がるかって書いてある。まあ、25日までは上がってるはずよ。ね、カップルの人たちとかね、来たら。寒いしさ、こう、なんか、温めてみたいなんでさ。二人の距離が縮まる。何カップルしかいないわな。ガタクソ悪いわ。いや、何で何で何で。で順番に順番に、ほらほらほら。騒がしいです。カップルばっかりよ。ガタクソ悪いわね。ガタクソ悪い。これ続くだけやろ。戻ろう。なんか、じゃない？なんか一ネタないの？なんか。一ネタって何？ケタクソあるよね、カップルばっかりやもんね。もうすぐクリスマスですね、クリスマス予定はって言った。飽きてきたの。帰る。